今日は出だしからこんなミステリーな感じなんですけども、豊かでございます。早速なんですけども、先日ですね、茨城県坂東市にある神田山延命院というね、平将門さんの胴体、頭と胴体と首とかあると思うんですけども、胴体だけが祀られている延命院さんに行ってきました。延命に行ったきっかけなんですけども、今年の、2023年年始にですね、平将門の首塚の方に久しぶりに行きまして、東京都千代田区大手町にあるんですけども、今まで5、6回は行ってるのかな、久々に行きまして、改めて平将門さんのことを調べたんですね。そしたらすごい興味を持ちまして、なんと茨城県坂東市に首ではなく胴体があるということを知りました。そこで早速行ってみたんですけども、ちょっとね、僕は平将門さんがとてもすごいなと思っておりまして、何がすごいかっていろんなことがあるんですけども、一つはですね、GHQ も恐れたという歴史がありまして、なんで恐れたかと言いますとですね、将門さんが、もうクーデターみたいなことを起こしてですね、一時、天皇陛下みたいになっちゃったわけですね。そこが坂東市って言われてるんですけども、その後に内首に遭いました。その首というのがですね、東京都の、あ、東京じゃない、ごめんなさい、京都ですね。京都の都大路というところで、首が晒し首にされましてですね、なんと3ヶ月も腐らずに首だけですよ。首だけの状態で3ヶ月も腐らずにいたということなんですよね。もうマクドナルドのポテトかと、その辺までは理解できるんですけども、なんとですね、生首だけだったのに毎晩雄たけびを上げていたらしいですね。首だけなのに雄たけびを毎晩上げていたと。そして挙句の果てにはですね、この首が空に飛んでいきまして、東京都、今でいう東京都千代田区大手町に着陸したという、そして胴体は坂東市に行ったという、歴史がありまして、なんで GHQ が恐れてるかと言いますとですね、戦後ですね、GHQ が東京にやってきた時に、大手町のね、将門塚のことを何も知らないまま、GHQ の勝手でね、駐車場を作ろうとしたらしいんですよ。要は将門塚を工事して駐車場を作ろうとしたらしいんですね。そうしましたらですね、鉄橋工事中に、ブルドーザーがいきなり横転しちゃったんです。そして、運転手さんが亡くなったということですね。そこからもう工事も中止になって、建設も禁止、あ、中止になりまして、今もビルの谷間に、大手町には将門の首塚っていうものがあります。そしてね、偶然にも僕の自宅の近くにですね、将門神社と将門の井戸という場所がありました。この辺でね、幼少期将門さんが過ごされたという言い伝えがありまして、そこも取材をして YouTube を撮ったので、貼っておきますので、ぜひご覧ください。参拝を終えまして、ご飯を食べてきました。さあ、いきなりほのぼのモードになるんですけども、偶然に見つけたね、とんかつ屋さんが久々にめちゃめちゃ美味しくて、人生トップクラスに美味しかったんで、載せておきます。とんかつを食べた後はですね、大久保利通商店ね、有名人の方とは全く別の方らしいんですけども、そこで食べた、よもぎの餅もめちゃめちゃ美味しかったです。という形で今回の放送は以上となります。美味しいか美味しくないかはあなた次第です。